はい、今は湯田温泉の、お湯が飲める、陰線の前にいます。で、陰線の、特徴的なところをまず、注目していただきたいのは、神道的な、これが神様が宿るようにしめ縄が、周りには巻いてあります。で、この自然的な、これは実際に地球の中から湧き出てきました、お湯ですから、これを強調するように、岩が置いてあり、また、神社仏閣を思わせるような、お造りの、屋根が上にありますが、で、湧き出てくる水は 72cc で、このおちょき、これはタダでもらえるようですが、2杯半お飲みになるとちょうど健康に良いそうです。アルカリ pH が、9ぐらいですか、とにかくアルカリ性が高いので、胃潰瘍など胃に多少ご病気のある方には非常に健康の元になるそうです。はい、今から試させていただきます。はい、結構暑いですね。美味しい、美味しいし、いや、なんかそれに紅茶が入れられるぐらいの これでお茶を作ると美味しいと思います。もう一杯いただきましょう。美味しくて、しかもタダです。おすすめします。